今日は CBD 飲み始めてから1年記念日ってことでこの動画を作ろうと思って、感想とかで、前になんか数ヶ月後の感想とかじゃなくて1年後の感想も聞きたいっていうコメントがあって、リクエストがあって、てかもう1年経つって早くない？なので1年記念日にまた動画をやろうと思って、でここにいろんな CBD 商品があって、空っぽなのもあるけどでもとりあえずこの動画を作ろうと思ってね。で今Nature Can Japan 日本の方に CBN も発売して、 CBN と今ブラックフライデーやってるから最大 80% オフまで、で川端15だっけ、この辺つけとくね、クーポンコード使えばさらに 15% オフセールなので、この機会に試したことない人絶対に本当に試してほしい。 OK、 まず私は始めたのが 5% で始めた、でその時のプレイリストとか動画とかここに載せとくね。いや始めたのが 5% で始めて、でもみたいな感じ、あんまりわからないって感じで、で 10% これもう空っぽなんだけどボトルを取っといてる10% を飲んだらなんか頭痛がなんかスーってなくなる感じで、おすごいって感じで、で毎日 10% 飲んで、でも今日は調子いいな、あんまりいらないって時は飲まなかったりしたけど、今日はちょっと疲れてる、でも 10% じゃなくて 5% でいいって感じの時もあって、で 5% を飲んでたの、それが初めだったの、それがずっと数ヶ月続いてて終わったまで、で 5% はまだちょっと残ってる。でその後に体が慣れてきたから 20% を試してみようと思って 20% を試したので、 20% も普通にいい感じ、なんかやっぱり 10% より強いし値段的には多分お得で、それからずっと 20% 数ヶ月半年ぐらいかな 20% 取ってんので、生理痛とか生理前のイライラとか、腰が痛かったり膝が痛かったりおっぱいが痛かったりとかするじゃん、それにすごく効くの。いや、なんか生理のイライラがすっごい減ったの、なんか本当に私もうなんかもう超違う人間になるのね生理前も超イライラして、細かいことでもなんかすごいイライラするなんだけど、なんかそれがなくなって、で AGM もなんかあれ優しいねみたいな Yes、 で生理の時の痛いのは完全になくなるってわけじゃないけど、すっごくいい、なんか痛さとか 70% ぐらい減る CBD 取るとね。でさらにちょっとたまに生理の薬飲むと、もう痛さとかなくなるから、もちろん体のだるさとかさあるけど、たまにやっぱ最初の3日ぐらいなんだけど、 CBD なしの時とある時全然違う。あと偏頭痛、私いつもなってたの、普通の頭痛と偏頭痛、偏頭痛はもう週1とか週2普通になってたので、頭痛はもうほぼ毎日週4とか週5とかなってたんだけど、それもなくなったの。最後偏頭痛したのもう本当にいつだよって感じ、1年、もう本当にずっとしてないの。頭痛とかも、頭痛は生理前にちょっとたまに痛くなる、なんか疲れてる生理が来るんだろうなって感じで CBD 取って、でブラックティーも飲んで、それで頭痛がなくなる。だから頭痛がない生活ってこうなんだって感じになって、なんか最初は頭痛生活が普通だったからさ、頭痛がないのってこんな感じなんだみたいな。いや、あとはクリームとかもあるんだけど、アルニカクリームと、ヒートチリーヒートとメンソールの冷たいやつ、メンソールの冷たいやつはママにあげた、なんか腰が痛いのよねみたいなであげた。アルニカクリームもママにあげたし、熱いやつヒートチリーヒートもダグラスにあげて、アイシャの旦那ね、アイシャってお姉ちゃんで、アルニカクリーム友達のお母さんにも買って送ってあげて、使ってる。あとなんだっけ、そうそうそう、子供がなんか成長しだすとさ骨が痛かったりするじゃん、なんか普通なんだけど、ドクターでディーン、うちの子供最近なんかたまに足が痛いとか
なんかこの辺が痛いみたいになってて、それでアルニカクリーム塗ってあげて、で数分で、あもう大丈夫とかって言ってくれてるから、あよかったって感じで、 5% もたまになんか疲れてる時とか頭痛いとかすっごい暑かった時があって、それで 5% をちょっと飲ましたの、ちょっとだけね、子供だから本当に 5% を1滴2滴ぐらいで十分だと思うんだけど、でネチュラルキャンはまあ子供にあげるんだったらなんか十分のリサーチがないからおすすめしないって言ってるけど、みんな自分の判断でやってください。で 5% で本当になんかさ、普通になんか薬飲ますよりもナチュラルなものをあげた方がいいと思って、私は自分の判断で 5% はあげたことある。で頭痛がなくなって、でちょっとありがたいって感じで、そうアルニカクリーム足に塗ったらなんか痛いのがなくなったって感じで、学校休んだことあるの、足が痛いから、だからあそうだとかと思ってアルニカクリームの塗ってあげて、で CBD もたまに塗ってあげたの、あこの CBD ラベンダーの方のオイルね、 Yes。 あとは何だろう、アルニカクリームは自分の膝とか、膝っていうの、ふくらはぎふくらはぎじゃないよ、ふくらはぎに塗ったりとかした時もいい感じだったし、あと腰、なんか生理の時にちょっと腰が痛かったりとかした時に塗ったり、筋肉痛じゃあジュエル、うちの甥っ子大きくなって抱っこしたので、なんか寝ちゃってさ、私ずっとこうやって抱っこして、もうその夜筋肉痛痛いみたいな、どんだけ運動不足ってかで、そのアルニカクリームと塗って、でちょっと経ってからメンソールの方塗って、で CBD も飲んで、で寝たの、そしたらちょっと良くなったんだけど、なんか大きくなったなって感じ。いや、あと私が最近好きなのがこのソフトジェルカプセルの方なんだけど、これは2個で 50mg、 ミリグラムっていうの、50mg が入ってるの CBD ね。で1日 75mg 超えないようにとかって、どっかに書いてあったんだけど、 70mg 超えないようにって書いてあるんだけど、いつももちろん人によって違うし、体小さい人もうちょっと低め、ごめん飛行機だとって、体でかい人はもうちょっと多めとかっていう、そういうバランスあるんだと思うんだけど、ソフトジェルカプセルは夜飲むとなんかね、やっぱり 50mg が体に入るから、なんか分かんないけどすっごいリラックスして眠くなってぐっすり寝れるの。だからこれ夜は私大好きで、もちろん朝1個夜1個ってやる人もいれば、自分の判断でやっていいと思うんだけど、例えば今日一日中 CBD 取ってなかったって感じの時は夜2個飲んで寝る、本当にいいの。このなんかわかんないけど、これはすごいハマっていい感じ。スキンケアのもの、これはハイドレイトっていうクリームなんだけど、ずっとこれ顔につけてた、なんかクリームが切れて顔のクリームだ、これでいいやって感じでいや、なんか肌がすごく潤って、で CBD も入ってるからちょっとだけで肌荒れとかにいいらしくて、でなんか肌荒れしててクリーム使ったら治ってきたっていう人もいた、DM もらってね。あとはリップクリームもいい感じだし、いつも使ってる、今も使ってるし、ラベンダーオイル、私毎回うるさく言ってるけど、これすっごくいい匂いな、なんか安っぽい臭いラベンダーじゃなくて、本当にアロマオイルの、あいいラベンダーの匂いです。嗅ぎ始めると止まらない、頭おかしい人になる、超いい匂いなので、アーモンドオイルでがベース、私アーモンドオイルが大好きなの、髪とか肌になんかすごく好きで、でいつも肌にもつけてるけど髪の毛にもいつもつけてる、あと地肌乾燥してる時とかにつけてる。 OK、 30% も飲み始めたんだけど、 30%、 OK、 40% は私にはまだ強すぎたの、飲み始めたと飲んだ時まだちょっと強いなって感じで、お茶とかに入れて飲むのが好き、お茶とかスムーディーね、飛行機また取ってるの気にしないでごめんなさい。でお茶とかに入れる場合、熱い感じで入れるんじゃなくて、ちょっと冷めてから入れた方がいい。なぜかというと、熱にすごい、なんかすごい熱だったらその
効果とかがダメになる CBD ね。なので、あ、熱いお茶にじゃなくてちょっと冷めてから、なんか超冷める時じゃあったかいお茶に入れて飲むのが好き。 CBD40% ね。でなんか少しずつ体に入って少しずつリラックスする。それ夜すごく好き。一滴で肌荒れ、これインスタグラムにも載せたし前にも言ったけど、私ここたまになんかやっぱ冬になるとなんか乾燥したりとかしだすと荒れるのね。で前に子供がまだ赤ちゃんだった時にすごいなんかそれが広がってここまでで指をできなくなったりとかしたことがあって、あの時に CBD ネチュラキャンあったらよかったなって感じで、本当に1週間以内に CBD40% 1滴でも多いってぐらいちょっとやってで塗るこうやってラブやるとかゆいのもすぐ収まるので、なんか書かないで済むで1週間以内にすぐ治ってで広がらない。だからアトピーとか手荒れとかの人におすすめ。30% でもやったことあるし 20% でもやったことあるし、で 40% だけじゃなくてね、 5% とか 10% は弱いから多分治るまでもちょっと時間かかるかもしれないんだけど、40%、20%、30% はアトピーにすごくいい。で、子供も今は全然いいんだけど、まだ小さかった時、なんかさ、この辺とかすごいアトピーだったの。で、たまに手が出たりとかすると動画、なんかコメントで直してあげればいいのに、かわいそう、痛そうとかで、直してあげればいいのにって、こっちは必死でさ、直そうとしてなんかいろいろ塗ってるけど、子供ってさ書いたりとかするじゃん。やっぱり寝てる時とかさ、お風呂入ったりとかすると荒れたりとかするじゃん。こっちはもう一生懸命やってるのに直してあげればいいなんて別に気にしてないってわけじゃないよとか思ってさ、なんだけどその時になんか CBD に出会えばよかったなって感じで、今もうたまになんか膝の後ろっていうの、なんかこういうところ足のねがアトピーになったりとかするとき、なんか引っかいてるなと思って見るとちょっと荒れてるから CBD ちょっとつけて塗って、で痒くなくなるの。だから引っかかないで済むじゃん、子供も。で数日後治ってる、なんか超綺麗サラサラだから、あ、よかったって感じになる。いや、いっぱい喋った。はい。で CBN は何とか CBG も出てるんだけど、私 CBG あるっけ、いやも出てるけど、何っていう質問が多分いろいろいろんな人あると思うけど、 NatureCan のブログの方を読めばちゃんとしっかり説明してあるのでそれ見て読んでください。下に載せとくね。で CBN まだ飲み始めたばっかり、まだ2回か3回ぐらいしか飲んでないけど、だはっきりした感想はまだ言えない。で私のおすすめは20%、30% が今好き。 10% はたまに調子いい時だけどあんまりいらないとかって時でなんとなく飲んでる。なんだけど 20% すると 30% だいたい 20% の方が多く使ってるような気がする自分はね。とアルニカクリームも好きだし、おすすめ。とラベンダー、これいい匂い、すぐ売り切れたりとかするから買うんだったら早めにね、在庫があるときに。とジェルカプセル、これもすごく好き。これが私のおすすめ。お、あとさっき届いたのがこのヴィーゲンガミの CBD で、これ1個に 10mg が入ってるから、まあぶっちゃけ1日なんか1日1回って書いてあるんだけど、 70mg まで取れるんだったら7回まで取れるじゃんとかと思ったけど食べたくなっちゃうじゃんなんだけど1日1個ね。これも美味しい。でヴィーゲンだから、でなんかさ変な食感じゃないの、普通に美味しい。でフルーティーな感じで美味しいの味。とりあえずセールしてるので今ブラックフライデー30日まで、11月30日までだと思うんだけど、ぜひそのセールを機会に試してみてほしい。本当に頭痛で悩んでる人、肌荒れで悩んでる人、寝れない人、生理が辛い人、不安定な人、
とかも本当に飲み続けることが大事だから、私も飲んで1年、もう1年経つの。ちゃんとサプリとか続かない人なんだけど、 CBD は普通に本当に効くし、なんか自分でも分かるし、もう何回も何回も助かってるし、だからもうしつこくみんなにおすすめしてるし、家族とかにもあげたし、いっぱい送ったし、は飲んで飲んでみたいな感じで、本当におすすめだから絶対にみんなに試してみてほしい。あ、おすすめって言ってから1年経つけど、しつこくみんなに言ってるけど、まだ試してみてない人とか、どんな感じなのって言ってる人とかいるんだと思うんだけど、絶対に試してみてほしい。で、いろんな質問ある人、前の動画見てくれればいろんな質問に答えてるし、インスタグラムでもネイチャーキャンのケンジさんとやったライブがまだ残ってると思うので、それも見ればいろんな質問とかあるし、答えてるし、 Yes。 はい、今日の動画は1年記念日、 CBD1 年記念日なので、ここで終わりにしましょう。じゃあ、いろんな情報下の方に載せとくので見てください。 Thank you so much for watching. Bye.